前回のあらすじ、ハンバーガーショップと消防車を作ったよ。お店が火事になっちゃうんだ。早く火を消さなきゃ。ワンワン。太郎は食いしん坊なんだから。ワン。ハンバーガーショップと消防車で遊んでいこう。ワンワン。パトロールできました。ワン。何か異常はありませんか。ワンワン。ワオ。わわわーん。落ち着いて。わわ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 わ。太郎、まずは外へ逃げよう。わわーん。そしたら消防車を呼ぼう。わわわーん。火事だって。忘れ物は大丈夫っと。出動だ。わわ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 わ。今すぐ火を消すから下がっててください。放水開始。ワン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 。危ないよ。やるワンやるワンやるワン。はい、ちゃんと狙って火を消すんだよ。ワン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 。全然火消えてないよ。ワン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 。僕に任せて。それそれ。ワンワン。バケツの火もちゃんと消して消火完了。ワンワンワン。これからは気をつけるんだよ。ワンワン。無事に火が消せてよかった。消防士にもなりたいなって遅刻しちゃう。